元木幸男は、大阪府東大阪市出身の元ラグビー選手、指導者。現役時代のポジションはセンター。小さい頃から、生駒山で遊んできた足腰を見込まれ、間中学で先輩に誘われて、本格的にラグビーを始める。大阪高大高校へ進学する際には、将来の日本代表を背負って立つ逸材と呼ばれ、高校2年。 三年と二年連続で高校日本代表入りを果たす。花園に出場した同じ年の高校生からサインを頼まれたというエピソードも持つ。高校卒業後は明治大学に進学。明治大学ラグビー部では一年から試合に出場し三度の大学選手権優勝に貢献。四年時には首相を務めた。大学卒業後1994年。 V7 最後のシーズンに神戸成功へ入社。1年目からレギュラーとして活躍。連覇が途切れた後、1999年度と2000年度に全国社会人大会と日本選手権の栄冠を掲げる。トップリーグ元年、神戸成功コベルコスティーラーズで唯一全11試合にフル出場し、チームを初代王者に導き、自らも MVP とベスト15に選ばれる。 翌年もベスト15に、長年チームの中心選手として貢献した。日本代表には19歳で選出され、1991年のアメリカ戦で初キャップを獲得。1996年には英国バーバリアンズに選ばれ、8月17日にマレーフィールドでスコットランドと対戦した。2007年12月11日の練習中に右アキレス腱を断裂。 翌年復帰するが2010年3月5日に現役引退を発表。2010年3月、ラグビー U20 日本代表ヘッドコーチ、神戸成功コベルコスティーラーズアドバイザーを経て、2013年に京都産業大学ラグビー部のバックスコーチに就任。2015年にはチームのヘッドコーチに就任。2020年にはチームの GM に就任した。 2019年9月の W 杯日本大会でアンバサダーとして大会の PR と競技の普及へ講演などを行った。ありがとうございます。